ヤーコブ・フィルヒテゴット・ディールマンは、ドイツの画家、版画家である。ヘッセン州のビリングスハウゼンの芸術家村や、クローンベルク・イムタウヌスの芸術家村のメンバーとして、活動した。フランクフルト・アム・マインに、庭師の息子に生まれた。1825年から1827年まで、フランクフルトの版画出版の会社で働いた後、フランクフルトの美術学校でベンデルシュタットに学んだ。 この頃、画家のヤーコブ・ベッカーと友人になった。1835年にベッカーとデュッセルドルフ美術アカデミーに移り、ディールマンは風景画家のヨハン・ウィルヘルム・シルマーの弟子になった。ミッテルライン地方やマインガー流域やヘッセンの風景を描いた。1841年に、ビリングスハウゼンで活動する画家、ゲルハルト・ウィルヘルム・フォン・ロイテルンを初めて訪ね。 ビリングスハウゼンの芸術家村のメンバーとなり、村人の生活や伝統衣装を着た人々を描いた。1842年にもビリングスハウゼンを訪れた。1842年からフランクフルトの美術学校でアントンブルガーやフィリップルンプフを指導した。1860年代になってクローンベルクイムタウヌスに移り、クローンベルクイムタウヌスに芸術家村を形成することになった。 ありがとうございます。